こんばんは。やほやほ。こんばんは。チャスチャスチャス。おぬまさん、こんばんは。なおさん、こんばんは。目のアップです。こんばんは。コロン元気かな。こんばんは。めっちゃ元気です。こんばんは。こんばんは。ハートありがとう。こんばんは。なおさん、バッチコーニありがとうございます。今回のねバッチの特典はこちらのね服になっております。こちらの服です。チャイナのねやつです。かわいい、ありがとうございます。お化粧、そう、加工がしてあります。化粧系のGARYU83、 バチコにありがとうございます。ハートが3つ分なんでね、こちらの服を着た、ね、写真を3つ以上プレゼントしたいと思います。お楽しみに。いつも可愛いな、ラブ、ありがとうございます。ココロン T シャツいいね。このね T シャツ今日までになってます。このね T シャツ欲しいって人はよかったらでください。ね、今日の23時59分までになってます。お沼さん、バチコにありがとうございます。ありがとう。のがちゃん、アンダーバー2929さん、バチコにありがとう。こんばんは。竹尾さん、バチコにありがとうございます。ハートがね3つの人は次のライブまたは1週間の間特典があるんでお楽しみに。今日も TikTok と同時配信、そうですね、同時配信してます。でも多分 TikTok の方見てる人少ないんだよね、わかんないけど。よかったらね TikTok 見てる人はインスタ来てみてください。こんばんは。こんばんは。目のアップして、目のアップ。シラさん、バチコにありがとうございます。今回のね特典はこのねチャイナの服になってます。楽しみに。お沼さん、さらにこにありがとうございます。シラさん、さらにこにありがとうございます。はい、かわいい、ありがとう。 T シャツいいね、ありがとうございます。このね T シャツコラボで作らせていただいたんですよ。で種類がこの白のやつと黒、あとトートバッグがあるんで、気になる人はよかったら私のハイライトから飛べるんで見に行ってみてください。今日のね23時59分までの販売になってます。ぜひインスタ来て応援して、本当にねありがとうございます。応援してください。皆さん TikTok 見てる人ね、ココロンでインスタで調べて来てみてください。めっちゃ二重かわいい、ありがとう。これから夏は雷が多い。雷は怖いです。稲妻が落ちるのは怖い。確かにね、雷落ちるの怖いよね。でも結構音とかさ心地よくない？心地いいっていうか、あの低音が好き。ゴロゴロ鳴る感じ。竹雄さん、バッチョさらにこにありがとうございます。今日の心はいつもより大人っぽいな。なんでだろう、
髪が落ち着いてるから分かんない、いつもと格好が違うからかな。こっちもこんばんは。こんばんは。いつもと何が違うんだろう。TikTok でも目のアップ任せてください。目のアップです。 OK ですか。 TikTok とインスタやっぱ顔違うね全然。パッ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 パ。発表の日に注文したからね、ありがとうございます本当にみんなでお揃いですね。今日広島カープ千葉ロッテとやって5対4で負けちゃった。場所は千葉県。なるほどね、負けたんだカープてててて。大沼さん、バッチョさらにコーニーありがとうございます。バッチコーニーね3つしてくれたんでプロフィールがね光って表示されます。今日一日何されてましたか。今日はねお出かけ行きました。今日はお肉屋さんに行ってお肉買ってきました。こんばんは、こんばんは。TikTok から来ました。ありがとうございます。タイガーサンダーバー 0.46.68 さん、バチコにありがとうございます。今回のね、特典はこちらの服を着た写真になってます。TikTok ライブしてるんだね。そうですね。一応、同時にやらせてもらってます。金木健さん、バチコにありがとう。やっぱ可愛い、ありがとうございます。金木圭さん、バッチョさらにこうにありがとうございます。またね、ありがとう。え、そう、今日の朝鶏肉食べたんですよ。で、今日のお昼牛肉食べました。そして今日の夜は豚肉食べました。3つフルコンボしました。今日すごくない？今日はお肉の日です。めっちゃ美味しかった。かわいい、ありがとう。コロン、 I love you、 Thank you、 ありがとう。肉オンリー、そう、肉ですよ、肉肉。今日は肉の日かっていうぐらい肉食べました。肉三昧ね。朝はなんか普通のコストコのあるじゃん、チキン、タンドリーチキンみたいなあれを食べて、お昼はハンバーグ食べたの、だから牛肉ね。で、夜はとんかつだったんで、とんかつを豚ね食べました。全部美味しかった。いいね。グーみたい。グーどうぞ。こんな感じでいいですかね。なんか前よりここのボコボコ少なくなった気がする。朝から肉は食べれない。マジですか。私めっちゃ朝から食べれるんですよね。今日の朝は白ご飯と鶏肉となんだっけ、ハイローラ、ハイローラ食べました。めっちゃうまーって感じ。そう、この前は朝にあの食パンを
温めてトーストして、でその上にあの蜂蜜乗せて、でホイップ乗せて食べました。めっちゃ甘い朝から。でもねめっちゃ美味しかった。めっちゃカロリー高い日、いや本当にねカロリー高すぎる。水着着るためにね頑張って痩せます。頑張る。前からね水着着るために痩せるとか言いながらねめっちゃ食べちゃうからいけないんだよねそろそろほんまに頑張ろうって思ってる毎回。もっとボコボコみたい。ボコボコってんな。朝ごはんはカロリー高めの方が動けるですよね。あのなんて言うんだろう、朝ちょっとしか食べなくってお昼までの間にねお腹すくのが私嫌なの。お昼までお腹すかずにいたいの。だから朝はめっちゃ食べたい。鶏肉はささみか胸肉がいいな。え、確かに確かに。でもね私ももも好き。もも美味しい。焼き鳥最高フォローありがとう。6勝5敗一応まだ勝ってる方が多いんだ。よきよき。パパ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 パ朝はもう何年も食べてない。そうなんだ。でも朝食べないとなんか頭働かなくない？多分朝食べんかったらもうお腹グーグーなって半端ない。やばいそういや腹筋頑張るって言ってなかったっけ。いやそうなんですけど、なんか続かないなみたいな、三日坊主みたいなね感じですね。あまり痩せすぎてもダメだよ。痩せすぎることはないんで大丈夫ですない生活に慣れてるから大丈夫。もう慣れたらそうだよね私はね、私の理想は朝いっぱい食べて昼もいっぱい食べる、で夜は食べないまたはちょっとしか食べないっていうのが理想なので、まあそれをやろうと思って、まあ、朝食べるやん、昼も食べるやん、夜になったらめっちゃお腹空いてて夜になってもめっちゃ食べちゃう。だから痩せれないんだよね。便秘がいいとすぐお腹すくんだよね。そうなんですよ、もうすぐお腹すく朝から運動した時が一番やばい。水着を見たい。もうすぐ水着の季節ですね。楽しみにしてください。水着をね新しくしようと思ってるんですよ。去年もらった分もあるけど今年はねまた新しい水着にしようかなって思ってます。パパ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 パ、そんなてへみたいな顔されてもまあ許すけど、許してください。成長期やっぱね、成長期だから食べるべきだよね。そうそう、でみんなが甘やかすからどん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 太っていっちゃうんだよ。危ない危ない。もっとね自分に厳しくいかないと。こんばんは、はじめまして。はじめまして、コメントありがとうございます。いっぱいねコメントしてください。質問とかね何でもいいんで答えます。朝ごはんはごま塩ふりかけ食べてよ。いいな、私ごま塩マジで好きなんだよね。あのあれあるじゃん、まるまるもりもりのやつ、なんだったっけ、芦田愛菜とさ男の子名前忘れた、福くんかがさやってたドラマあるじゃん。あれ見てごま塩って美味しそうだなと思って、でごま塩食べたの。そしたらめっちゃ美味しくってめっちゃ好き。若いからそれでも全然いいんだ。そうだね、まだ若いから、まだ若いからいける。しっかり食べます。ロングヘア最高に可愛い、心ラブね。これさ、この髪型になってやっとね三つ編みができるようになったの。ここでててててててて、で今日ツインの三つ編みしてこうやってこっちもやってね写真撮りました。
またね公開するんでお楽しみに。食べないと大きくなれないよ。これ以上大きくなってもって感じだけどね。最近友達と遊んだ、遊びましたよ、めっちゃ。パッパッパー。遊んだって言ってもどっかに行くとかじゃなくて普通に話すぐらいだけどね。マルモ、そうそうそう、あのワンちゃんね。え、ワンちゃんだっけ。ワンちゃんだよね多分ね。あれなんてやつだったっけ、まるまる森森のやつ。名前が出てこない。子供2人とさ、大人1人とさ、犬1匹のやつ。プロ野球の佐々木朗希選手ご存知ですか。広島カープで明日投げる。全然知らないけど、ローキって名前かっこいいね。この希望の木がいいよね。もうすぐ夏祭りの季節だね。祭りの屋台で食べ物好きなものある。私が屋台で絶対買うのはポテトです。ポテトがいっちゃ美味しい、本当に。あとね、なんだろう、ポテトは絶対買うでしょ。でもポテト以外絶対買うものないかもしれない。やっぱ一番です、ポテトが。私いちご好きだけど、めっちゃ好きなのいちご。でもいちご飴はそんななの、だからあんま食べない。丸物起きて、うわ、それかもしれない。丸物起きてかもしれない。うわ、それだ、多分。懐かしい。丸物起きてだ。ポテトはマジでうまい。え、ですよね。ポテトは本当に美味しい。おすすめすぎる。フルフルポテト。え、フルフルポテトってあれでね、味がついてるやつですよね。こうやって振って、その味をつけるみたいな粉の。私、あれは、そんな、なんだよね。なんか、ポテトは塩か塩コショウでいい。それ以外の味はいらないの。それ以外のコンソメとか食べたら美味しいけど、なんか食べようとは思わない。そんな感じです。かわいい、ありがとうございます。今ね TikTok 見てる人、よかったらねインスタ来てみてください。 TikTok ね、とりあえず消してインスタのみの配信するんで、TikTok 見てる人はインスタでココロンって調べて、ココロンのねライブ来てください。ってことで、見てくれてありがとう。OK、 こっちの TikTok 消したから、今ねインスタのみになってます。焼きとうもろこしとじゃがバターをいつも屋台で買っちゃう。うわ、じゃがバター美味しい。確かに私も好きだ。あったら食べる。うわ、じゃがバターいいよね。私多分じゃがいもが好きなんだよね。じゃがいも系なら何でも食べたい。あとさ、あのくるくるになってるやつ、ハリケーンポテトみたいな、あれめっちゃ好きです。コロンは見てるだけで癒されるよ。ありがとうございます。佐々木朗希は千葉ロッテのピッチャー。そうなんだ、いいね、ローキってガチ。木がつく名前本当にいいよね。ゆうきとか、しょうきとか、あいきとか、らいきとか、それこそローキも。マジ、木がついたら何でもかっこよく聞こえる。正解、丸物を着てだよ、ですよね。来たよ、来てくれてありがとうございます。うさじ好きだもんね。そうなんですよ、うさじがねやっぱ美味しい。とんがりコーンのお菓子は、とがりコーン食べないですね多分。 OBSIDIAN
んバチコにありがとうございます。ハートがね2つ分なんで2日、んハートが2つ分なんで2日分ねバッチの特典がつきます。お楽しみに。今回の服はねこちらのねチャイナの服になってます。ミニスカ系の服です。ジャガビーもいい、わかる、マジで美味しい。本当にジャガビーは本当に美味しい。ジャガイモのお菓子なら何でも美味しいよね。高橋さんバッチコーにありがとうございます。ありがとう。テルレルレ、昨日友達と花火した。うわいいな花火、私も花火したい。うわいいな花火。花火大会とかでさ大きい花火見るのもいいけどさ、友達とさちっちゃい花火するのも楽しいよね。どっちかといえばちっちゃい花火の方が好きかもしれない。高橋さんバッチをさらにこうにありがとうございます。高橋さんバッチをさらにこうにありがとうございます。3つ購入してくれたためねプロフィールが光って表示されます。コメントしてください。ペーポペーポペー、大沼さんバッチをさらにこうにありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。今年の夏どこかに行く予定ありますか？特にないですね。特にないけど祭りとか行きたいなって感じです。こんばんは。出遅れた。こんばんは。来てくれてありがとうございます。線香花火は鉄板。あのさ線香花火ってさ最後にやるじゃん大体みんな。でも私さ線香花火は一番最初にやりたいんだよね本当は。ずっと線香花火しときたい。マジで楽しい。広島祭りあるよね。あります。今日あります。今日と明日フラワーフェスティバルやってます。もうね私行けないんで、本当は行きたいけどね行けないからちょっと残念。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。 T シャツに短パン夏っぽくっていいね。ありがとうございます。こちらの T シャツは心の T シャツになってます。ちさとさんバッチコーにありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。線香花火大会やってみるか。え、いいですね。みんなでこうやって線香花火つけて誰が一番長く持てれるか絶対楽しい。先週はトウカさんだったよね。そうトウカさん、そうトウカさんも行けなかったの。今回も行けないしトウカさんも行けなかった。でね祭りねどっかであったら行きたいです。普通にフラワーフェスティバルはあれだよね、ステージとかがあるから、 それを見たかったの。ダンスとかさみんなするじゃん、それを見たかったのよ本当は。でもちょっと勉強もしないといけないしね、いろいろ用事があるからいけないです。いけないのマジで残念すぎる。そういえば T シャツ今日までですよね。そうです、この T シャツね今日までになってます。今日の23時59分まで注文ができます。なんでねこのシャツ気になるなとか、私のねロゴの入ってるトートバッグとか気になるなって人はぜひ見に行ってみてください。私の言葉が出てこない、私のハイライトに載せてるから詳しいことはそこ行って見てもらえるとありがたいです。期限内じゃないとね買えないんで気をつけてください。受注生産だから買ったらってかみんな買えるんでそこは安心してください。ココロン T シャツいいよね。ありがとうございます。私は盆踊りとか小さなお祭りとかも復活するんじゃないかな。多分復活しますよね。行きたいマジで。
活してほしいね、しっかり。何歳ですか？年齢はね、非公開です。ごめんなさい。ひさとさん、バッチョーさらにこにありがとうございます。島根県水後祭花火。そういうあるのかな、大会みたいなのが。面白そう。隅田川の花火大会。隅田川っていうね、これ。花火大会行きたいね。花火大会しながら、この手持ち花火やりたい。じゃあ花火大会を見ながら手持ち花火をしたいって結構前から思ってるけどさ、絶対できないよね。なかなか忙しいんだね。大変だそうなんですよ。大変なんですよ。アモーレー、ベーボベーボベー。やばいやばい、喉が潰れてきた。線香花火いいよね。ね、マジで線香花火したい。あれあるじゃん、線香花火ってさ、なんかさ、当たりと外れがあってさ、外れはさ、なんかつけた瞬間から落ちるやつあるやん。あれマジ嫌よね。やばい、足かゆい。こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう。初見です、初めまして。よかったらね、コメントしてください。質問とかね、なんでもいいんで答えます。それ素敵ですよね。素敵ですよね。将来の夢は、将来の夢は、将来の夢はね、それこそ前から言ってる消防士。バイクの教員も楽しそう。国語の先生もいいよね。心理系からの国語の先生、それも楽しそうだなって今思ってます。豆乳飲んでないの？10分20分前に豆乳飲みました。喉気をつけて。ありがとうございます。川のそばで大きい花火見ながら線香花火なんて、うわ確かにエモすぎる。それはエモいな、やりた。ひさとさん、バチョーさらにこにありがとうございます。ハートがね3つ分なんで、違う間違えた、ハート違う。言葉が出ない、今日やばい。バチョーね3つ購入してくれたため、プロフィールがね光って表示されます。ありがとうございます。やばいね、今日言葉が全然出ないね。コロン一途のマサトです。ありがとうございます。本当にコメントもねいつもしてくれて、いつもねライブ見に来てくれて嬉しいです。ありがとう。プロ野球のピッチャー、投げることがプロの仕事なので、打つ練習はあんまりしない。そうなんですね。なんかみんな全部練習しそうなイメージだったけど、そんなことないんだ。落ち着いて。落ち着きます。ありがとうございます。コメントが流れなくなった、なんでだろう。コメント届いてないですね。あ、流れた。それは良かったです。かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。やったね、かわいいですね。ありがとうございます。先生になりたいんだね。僕は先生してます。そう、先生になりたいんですよ。なんか教えるの楽しそうじゃない、普通に。そういうのが楽しそうだから先生やってみたい。島根県宍道湖花火大会。島根多いね花火大会。こちらこそ心に会えてマジ幸せだよ。ありがとう。イエイエイ、それは良かったです。でーとでってって、こんばんは。こんばんは。やばいやばい、固まった固まった。なんでなんで、インスタが固まるの、なんでなんで。ほんまにやばいね最近インスタ。止まってるけど見えてんのかな、ぐるぐるしてる。乗った乗った。コロンの先生姿見てみ
たい。もうぜひぜひ先生になるんで、よかったら授業受けに来てください。いや、先生になるんでっていうか、なるかは決まってないけど、消防士になってみんなを助けるか、先生になってみんなに教えるか、どっちかだね。だから私が消防士になったら、あの火事になった瞬間すぐ電話ですぐ行くから、で私が先生になったらみんな私のところに習いに来て、こっちは動いてるし聞こえてる、それは良かったです。来週講師になるための研修に行きます。それは頑張ってください。講師になるから研修、あ、そっか、研修があるのか、大変だね。そろそろ時間になったんでおしまいにしたいと思います。今ね、このね、コラボ T シャツ作ったね、コラボ T シャツを販売してます。それのね、締め切りが今日の23時59分までになってます。23時59分までに頼まないと買えないんで、もしね、欲しいよって人は23時59分までに購入してください。今日までなんでね、よろしくお願いします。ということで、コメントしてくれた人、見てくれた人、ハートしてくれた人、バチ購入してくれた人、ありがとうございます。バチのね、特典はこちらのね、チャイナ系のね、ミニスカの、ミニスカ？ミニワンピの写真になってます。なんでね、お楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様です。消防士になっても僕がコロンさんを守ります。ありがとうございます。じゃあ守って守られるみたいなね、関係にしましょう。そういう関係いいね。ケイさんこんばんは。ありがとうコロン、いえいえ、またね、またね。次はいつ、金曜日、次は土曜日か、次は土曜日、次のライブは土曜日です。多分また予定が変わらない限り土曜日するんで、よかったら来てください。今朝バチコにありがとうございます。ってことでね、おしまいにします。ありがとうね、バイバーイ。